自分が買ったのは、2016年の多分夏ぐらいだったと思うんですけど、最初にインターネット内でこのシンセサイザーのプロモーション用動画っていうんでしょうか、それを見て、まあ、随分すごいものを作ったなっていうふうに思って、まあ、どこがすごいかっていうと、まずこのデザインと、なんていうんですかね、仕様とその値段とか、そういうなんていうんですかね、バランスっていうんですかね、5万円ぐらいですよね。その値段でこれが買えるっていうのと、あとやっぱり僕割と楽器のその見た目を気にするし、結局その見て使うわけなんで、あんまり好きじゃないルークスの楽器こうずっと見ながらこう触るわけですけど、好きじゃないとやっぱりあんまり触る気が起きないし、まあデザインすごくいいのと、あとこのオシロスコープがついているっていうのは非常に昔からついてるといいなって実は思ってたことあったんですけども、なかなかそういうものが出てこなくて、それでこの値段でこの仕様でしかも後ろスコープまでついてるっていうので、まあ、これは買わなきゃいけないなっていうことで買ったんですが、買っていろいろ触ってみたんですけども、まあ、非常に音色も好みで操作性も非常に良くて、パラメーターのそのデザインというんですかね、位置もいいですし、あとはその、パラメーターの可変の幅ですかね、例えば、まあレゾナンスをこう上げた時にフィルターでこう絞った時にこのかかり方とか、あとはこっちにディレイがついてますけども、こうした時のフィードバックでかけた時のちょうど良さっていうんですかね、こうちょっと減衰しながらブワーってずっと続いてくれて、まあ嫌になったら止めればいいわけで、非常にこれはよく考えられてるなと思いまして、僕はライブでその効果音的なことをこのシンセ使って出すことは結構あるんですけども、そういう時にこのディレイの、フィードバックはよく今でも使います。まあとにかく使う方のその気持ちがその開発者とこうリンクしてるというか、例えばまあいろいろ楽器ありますけども、開発者どういう意図でこういう楽器作ったんだろうなみたいな時も、まあ使う人もいろいろいますし、開発する人もいろんな人がいるんで、必ず自分の考え方と一致するというわけではないとは思うんですけども、この楽器は非常に自分にマッチしたというふうに、まあお世辞じゃなくてですね、ここ10年ぐらいの中のシンセサイザーではいろんなそのバランス考えると僕はこれが一番好きです。本当にいろいろ音があるんでちょっと出してみますね。まあこれ昔のあれですね、シンセドラムみたいな、まあ、こういう音も出ます。
これだけで、そうですね、ここにディレイが入ってるんですけども、ディレイとこのパラメータ触ってるだけで、そこそこのインプロみたいなことが割と簡単にできるっていう、そういう良さも本当にありますね。直感で、割と、なんていうんですか、僕はちょっと自分で触るところにこうマーキングをこうしてますけども、まあ、そういう使い方をすると、まあ、ここ触ると結構自分の好きな変わり方するぞっていうような、そういう使い方もまあできますね。あとちょっとバイオンっぽい打楽器系の音とか、割と波形丸出しの音とか、まあ、こういう音も出ますね。あとはまあ、まあ、これ自分の好みなんですけど、レゾナンス上げてカットオフ絞った時にどういう発信の仕方するかっていうのが結構その自分の好みの中で大事だったりするんですけど、楽曲の中で使うのはやっぱりそうですね、これは僕が楽曲の中で使うような音はベースなんかでも使ったことありますし、まあこういうちょっとなんかこうデジタルシンセのいわゆるその金物系のそのなんていうんですかね、金属音っぽいのとはちょっと違う、いわゆるそのアナログシンセ独特のこういう音ですね。けども、なんて言うんでしょうね、こういうの。だいたいその音楽やってる人たちでこういう音欲しいよねっていう時にやっぱりその具体的な名前っていうのがなかったりするんで、あの時の誰のこの時みたいな音色っていう風に、なんて言うんですかね、コミュニケーションとって詰めていくことが多いんですけど、そういう時はやっぱり似たような音楽聴いた人と話すと割と一発で分かるっていうことがありますね。例えばクラフトワークのあのアルバムのこの音だよみたいなのとか、別にフィジカルだからとかプラグインだからっていうのはなくて、その楽器のその個性っていうか、その個体の個性っていうんですかね、もうそれだけですね。例えばその犬に対してはどう接するんですかとか、猫に対してはどう接するんですかっていうのはなくて、その個体に対してどう接するかっていうことを
だと思います、結局は。あの名前忘れてしまったんですけど、これぐらいの小さいあのデジタルのドラムマシンが あったんですけど、これぐらいの大きさでラテンパーカッションと普通のドラムの音があの入ってるドラムマシンがあって、最初に買ったのはそれですね。あの理由は安かったからです。あのデジタル そのドラムマシンであの値段で買えるのがやっぱりあまりなかったっていうのと、あと当時使っていたのは、僕はあの VC10 というそのあのコルグの MS20 ってこうあの名機がありますが、あれにこうマイクがついたようなボコーダーがあって、あのボコーダーって当時そんなにみんな持ってなかったし、しかもあの機能がそんなにいろんなことできるわけじゃないのに値段も高いということで、まあどうしてもボコーダーが欲しくてあの VC10 を買いましたね。あのまあルックスが良かったっていうのもあるんですけども、なんかライブで演奏するときに僕なんかこう足のそのなんていうんですかね、置き場所みたいなのが決まってて、なんとなくこの形じゃないと弾けないみたいなのがあるんですけど、最初にこれをセッティングした時になんか焦点が自分でなんかこうあなんかこうイメージですよ、なんかこう合わないっていう感じがあって、何が問題なんだろうなと思って、ピアノを見た時にピアノに赤いなんかフェルトみたいなここにこうやってあるじゃないですか、なんかあれがなんかこう意識をパッて集中させるため その自分に対してなんかそういう効果があるような気がして、なんかここにこれを貼ったらなんかもっとこいつがこう近くなったっていうんですかね、すごいコミュニケーションを こいつと取りやすくなったっていうのがあって、あのわざわざこういうテープを探してあの割と貼ってますよ最近、あの他の楽器にも貼ったりしてます。あのまあこれ自分の好みなんですけど、レゾナンス上げてカットオフ絞った時にこうどういう発信の仕方するかっていうのが結構その自分の好みの中で大事だったりするんですけど、あのこの値段でこういう発信の仕方するのはあの非常にあの嬉しいし、昔なんかいい発信するのはやっぱり高いシンセサイザー僕らがこう、まあ、10代の頃とかに買えるシンセサイザーはなかなかね、そういう自分の求めているそのレゾナンス発信してくれるのがあんまりなくて、本当に今 あの人たちはその楽器が恵まれてるなっていうふうに思うわけです。昔ね、この音出そうと思ったらね、やっぱりね、何十万か出さないとちょっと厳しいだろうなっていうふうに思ってましたね。割と昔あの特撮ものの、その子供向けのそのなんていうんですかね、番組でですね、こういう、オシレーターなんかをちょっと駆使した効果音みたいなのがたくさんありまして、あの当時の人たちはいろいろすごく苦労してあの作ってあの工夫をしてあの音を出してたと思うんですけど、当時これあったらだいぶその仕事楽だったなっていうふうに思うぐらい、これでその完結できる良さが本当にありますね。あとはまあちょっとさっきも出したんですが、よくあるあのビデオゲームっていうんですかね、テレビゲームの音っぽい音も出ますね。
とにかく興味持ってひたすら触ることが大事だし、そうしていれば割と何て言うんですかね、自分のこうなってほしいっていうことには何て言うんですかね、答えてくれる楽器なんじゃないかなと思って、まあ僕2016年に買ってそのライブとかそのツアーとかフェスとかに持って行って散々触って。だいたい自分の出したい9割ぐらいの音はもうすでに出せたっていうふうに思っているんですけども、まああと1割あるんで、まあもうちょっとそうですね、使い込んで、その1割見てこうもっとさらに楽器とコネクトできるようになりたいな